はいどうもひげちゃんでございます。本日10月18日月曜日です。いやー薄暗いですけど今朝でございますね。朝午前5時50分ね、阪神高速3号神戸線を下走っております。今日はですね、日帰りで多分日帰りで岡山へちょっと配達のお仕事でございますね。岡山はもう多分8時半までには着くかな。まあ下ろして、まあ今日はね本当朝早かったんでね8時半ぐらいに終わって、多分なんかどっか拾う仕事も多分ないと思うんで、まあそのまま帰ると思います。というわけでね、現在神戸を走行中、まだね6時前なんとか あれですね、渋滞の方はなんとかかわせそうな、まあまあ姫路バイパス、加古川バイパスとかも混むんですけど、多分西行きはこんな混まへんかったはず朝は朝はね、うん、夜はね逆というか朝はね、神戸行きが多分ね混むんで。というわけで、加古川姫路、第二神明加古川バイパス姫路バイパスを通って、で山陽に乗ってごちゃごちゃして岡山市内かなの方に向かいます。朝普通に混んでますよ朝普通に加古川バイパスはやっぱ混んでましたね、西行き。まああんま他回れるのもね、まあそんなになかったんでまあいいかなと思いますけど、まあ姫路バイパスぐらいまで行けばちょっとマシになるかな、どうかな。はい、今国道2号線を走っております。いやー岡山インターからねこっち出てくるまでにね、まあもっともっとなんかナビはね、どこだ、総社じゃないな、備前かなちょっとわかんないですけど、2号線とね山陽道が交差してるところで、降りろみたいな感じで、あと2号線走ってこいみたいな感じなんですけど、朝やからねあんま下道走りたくないなと思っておったんですけど、だから岡山インターまで行ってね、そっちの方が下道走る距離短いわと思って、そっち行ったんですけど、くっそゴミですねもう朝やからいうのもあるんでしょうけどね、もうすっごい混みようやった。まああえてそれが分かっててナビはこっちをね、長いこと2号線走るのを選択したかもしれへんけどな、きついわもう結構ね、到着に4時間ギリギリぐらいになりそうです。はいよし、とりあえずこっからは2号線走る方が良かったな、やっぱり失敗しましたね。はい、お疲れさんでございます。ということで、あそこでしたね、左方向です。じゃあね、左方向あかんよあそこですね、ドライブじゃない、岡山のトラックターミナル、の中での卸しでしたね。左方向です。あれ、なんか俺おかしいことしたかな。あ、左方向、そういうことか。あー、しまった。いやー出るのにちょっと間違えちゃいましたね、というわけでね、2号線からちょっと帰っていこうかなと思います。まあ、とりあえず姫路ぐらいまで、帰っとこうかなっていう感じなんで、まあ、あ、2号線通ってね、なんかドライブインアローズか、大阪屋、あの辺ちょっと飯食ってから高速乗って姫路行きましょうかね。そしたらね、いやー、天気になったね。めっちゃ朝寒かったですよ、ほんと朝。もう朝めっちゃ冷えとってね、まあ、長袖がっつり着て行きましたけど、あー、もう一気に冬ですよ、ほんま寒いやでも。というわけで2号線をね、ちょうどね、どこだ、備前かな、のところのインターまで行けばちょうどね2号線と山陽道が重なってるんで、
その途中にね、飯食うとかあるんで、そこまで2号線行きましょう。特に何も書いてないですね。ここです。ここがドライブインアローです。これいただいてみましょう。はい、というわけで国道2号線にございます、はい、ドライブインアローズさんへやってまいりました。というわけで、とにかくね、ここのお店はですね、まあいっぱいね、ご飯が映っておりますが、安いんですよ。とにかく安い。で、こちらがちゃんぽんで、焼肉定食に、サバのブ、あ、じゃあごめん、ブリの照り焼き、ブリ照り、こんだけ頼んでしまいました。安いんですけど、さすがにね、こんだけ頼むと1500円くらいしました。ちょっと使いすぎですけど、すごい量になってしまいました。こちらは、焼肉定食の部分でございます。まあ、牛こまですね、牛こまとご飯は無料で大盛りでございますので、味噌汁がついて680円、非常に安いでございますね。野菜、キャベツもいっぱいついておりますね。で、こちらがブリッテリでございます。ブリッテリでございます。もうブリブリのテリテリで、もう結構何言ってるか分かんないですけど、かなり大ぶりですよ。これも大ぶりに切ってくれてますよ。いくらやったかな、250円やったかな、300円やったかな、それぐらいです。何しか安いです。はい、こちらもちゃんぽん、ちゃんぽんも、多分500円ぐらい、550円ぐらいです。正確に覚えておりませんが、ね、いいでしょう。野菜もたっぷり取れるちゃんぽんもついてね、うん、もう一個一個がね、ほんと安いんでね、ついつい頼みすぎてしまいましたけども、ね、すごいでしょ。肉に魚に野菜に麺ってね、もう全部取れてます。はい、バランス良すぎちゃいます。量もすごすぎですけど、まあ、こちらね、ドライブインアローズはですね、まあ、宿泊も一応できるらしいでございますけども、ね、トラック止めるスペースもありますし、まあ、2号線沿いということでね、トラック野郎御用達のお店でございます。なんかどうやらね、お風呂もね、入れるらしいですね。まあ、今はやってるかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとホームページ情報なんですけど、お風呂も350円で入れるみたいなことを書いてるんでね。ほんとね、値段も安ければボリュームもすごいお店、ドライブインアローズ、また近くに来たら多分ね、また絶対来ると思いますよ。はい、というわけで、非常に美味しかったです。ごちそうさんでございました。いや、気持ちいいなこれ。のんびりね、のんびり、まあ帰ってるんですけど、この後なんかね、神戸方面で仕事あったらなんかせなあかんのでしょうけど、まあとりあえず昼飯もがっつり食いました。お腹いっぱい。このね、まあ2号線、国道2号線はやっぱね、トラックがよう走るんでね、うん、まあトラックはね、こう走りやすいんで、結構ね、下道で、走ってくるトラックも多いんで、結構トラックが止めれるね、スペースがね、充実しております。はい、このおさふねサービスエリアっていうところもね、もうここもあれが止めれるらしいからね、お風呂入れるみたいですよね。ここはトラック止まってるでしょ。トラック止まってて、ここはご飯とお風呂も入れるし、で左側がこれ、あれですね、山陽新幹線、山陽新幹線、山陽新幹線やんな。あっちは東海道新幹線で、山陽新幹線合ってるよな。またアホやと思われるやんけ。こういうのってゲシュタルト崩壊って言うんやろ。俺って頭いいやね、ただの物忘れかですね。まあもう2号線沿いはなんやかんやとね、まあ止め、なんとかね、こう駐車場も広いところが多いんでね、止めやす、あ、新幹線がちょうど通っておりますね。 あとここ今度これ右手に見えてきたところが、これあれですね、有名なトラック野郎御用達のまたお店、お食事処大阪屋。ここはまああれですね、まあ焼肉屋っていう感じですけどね、あ、こっちも B あるんですね。焼肉屋やけど、まあ定食とかね、もあるという。まあトラック野郎が似合いそうなお店ですよね、大阪屋。はい、備前
備前から山陽通りまた乗っていきます。はい、お疲れさんです。ゴンゲンコうさいなぁ、うさいなぁ。ゴンゲンコで寝てました。もうちょっとお昼寝です。夕方までお昼寝してました。特にこっちの方ではお仕事なかったんで、もう帰ります。また明日朝関西の大阪の方から多分あると思うんで、そっち行くんでもう一回帰ってきます。すげえな。この季節オープンカーいいですね。はい、お疲れさんでございます。今日は地場仕事をしております。めっちゃなんか積み込み時間かかりましたね。めっちゃかかりましたよ、ほんと。何時間 ?4、5 時間ぐらいかかったんちゃいます。もうダラ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 ですよ。今日はですね、高槻から、これ今高槻なんですよ。で、高槻インターから乗って、もう明日朝に、午前中に、大津に降ろすということなんで、もうね、大津のパーキングかなんかで泊まっとこうかなという感じでございます。まあ、というわけで、大津行って夜やけど空いてんのかな、まあ、空いてたら飯食いますか。で、明日降ろして、まあ明日はなんか何するのか知らんけど、まあ、明日も多分降ろすのも時間かかると思うんでね、これ結局。まあ明日これで終わったら飯食って帰るみたいな。明後日は何するんでしょうね。ね、高槻のインターに行く道なんですけど、狭いのよこれ。大型こんといてねっていう感じなんですよ。カーブが多くてね、狭くてね、ここみんな嫌でしょ。ね、高槻インター降りてね、これ稲市、外間に出ていく道なんですけど、嫌でしょ。はい、大津でございます。大津はね、サービスエリアと、ね、サービスエリアと出口が併設されてるんで、まあ確かね、こう大型の駐車場からもとりあえず後で行けるんですよ。こっちにね、右側の出口に行けるんで、ここでお休みをして、空いてるんだよね。嬉しいね。まあこの辺は空いてますよね。いいね、嬉しいね。ちなみに空いてなくてもなんかね、くるくる回れるんですよね、この辺ね。うん、この辺はくるくる回れるんで、 あんま向こう行き過ぎたら空いてなかったりするかもしれんけど、まあここでいいっしょ。うん、空いてますよ、ここでいいですよ。ここで入れさせていただきますよ。いいね、やっぱりこの辺はね、そんなに場所によってね、場所によっちゃこのね、同時刻とんでもないことになってますからね。他のね、パーキングエリアはここは平和でよろしいな。夜の大津パーキング、いやー、マニアックやわ。あっちは下り線です。お店は閉まってんのかな、開いてんのかな、あ、閉まってんのか。フードコートは開いてそうな気がする。あの辺は閉まってんのかな、この辺は閉まってそうですね。上はどうなん、あ、24時間で開いてる、開いてんのかな。開いてんのやったら軽くちょっとブラッとしてみましょうか。はい、というわけで大津サービスエリア上りでございます。お、551あるんですよね。まあもう時間が遅くて閉まっておりましたが、ここで、ご飯を、夜ご飯食べていこうと思います。まあいろいろございますけども、本日はですね、ラーメンでございます。ラーメンでございます。なんつったかね、京風ラーメンって書いてましたかね、京都風ラーメン。もう味的にはですね、はい、こちら玉ねぎがふんだんに入っております。醤油系、醤油とこつ系ラーメンでございます。あの怪力屋さん系のラーメンといった方がいいですかね。ということで、私ね、何度も怪力屋さんね、紹介させていただいてますけど、大好きなラーメンでございますね。
このね醤油系の濃いスープにですねこの玉ねぎが加わってさっぱり感を出してですね非常に後味すっきり、夜には最適のラーメンとなっております。でですね、なぜかですねこの温泉卵がですね一つついておりましてですね、私これ初めて食べるんですけど、こっちご飯ラーメンどっちにかければいいのかと迷いましたので一時保留させていただきましたけども、これはどうしたらいいのかなと思ったんですよね。まあこの辺はねもうラーメン食べながら考えるかということで、美味しいラーメンをすすっているわけでございますが、あとはこちらチャーシューでございますね。非常に美味しかったですね。これはもうご飯に巻くしかねえなということで、ご飯と一緒に食べたら最高でございました。で、この温泉卵なんですけど結局、ご飯にかけていました。なんか違うような気もするんですが、卵かけご飯にして、でこのスープをね、上からかけて、まあラーメンライス的な感じですかって言うたらいいんですかね、かけたんです。まあ美味しいっす、やっぱそれで汁ねついついかけたくなりますよね、まあ、醤油代わりみたいなもんですよ。まあ、正解はどうなんかな、やっぱラーメンに入れるのが正解だから、ちょっとねその辺の正解は分かりませんでしたけど、美味しく食べれたらいいんじゃないでしょうか。というわけでごちそうさんでございました。翌朝は琵琶湖を一望できるレストランでコーヒーを飲んでから荷下ろしに向かいます。はい、おはようござんす。ということで、今から下ろしにまあ向かいます。まだ9時40分ぐらいですね。今日遅々なんですよ。まあ遅々なんですけど多分時間かかると思うんです。まあサービスエリアからねこれこうぐるーっと回ってきたら大津のね出口行けるんですよ。ここいいですよね。もうよっこいしょ、大津では、なんかこうあれかな、ほらぐるーっとして、あここで出口という感じでございますね。反対側にはさすがに行かれへんっぽいな。全国のヒゲちゃんファンの皆様お待たせいたしました。天才ボヤッキー様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。